ちょっとお知らせということで、うん、ずっと1年ぐらい続けてきたサブスク動画、うん、メディアブルなんですけど、うん、まあ、ちょっといろいろ1年運用してみて、うん、まあ、僕ら的には、まあ、かなり反響があって大盛況と言ってもいいぐらい、うん、まあ、いろんな人が入ってくれて見てくれてたんですけど、うん、まあ、1年運用してみて、うん、ちょっとそのアラが出てきたというか、うん、その数もだいぶ溜まってきたやんか、うん、でその中で要は見たい動画に、うん、まあ、すぐ飛べないというか、うん、その過去動画に戻るのも、うん、ずっとスクロールしていかなあかんとか、うん、で表示も遅かったりとか、うん、でかなりもうちょっと使いにくいって実際僕らも感じてて、うん、で多分ユーザーの人らも思ってると思う、多分思ってるな、うん、で、まあ、なかなか多分そのみんなサブスクに入ってくれてる人たちって、うん、多分すごいこうみんないい人ばっかりで、うん、で多分あんまり不満を聞かないというか、うん、俺らも拾えないというか、うん、実際そうやんか、うん、なんかいろいろ言ってきてほしかったんけど、うん、みんななかなかあんまりそういう意見を言ってこないというか、うん、まあ、多分俺の性格とかもあると思うねんか、黙れボケとか言われそうやな、うん、それ言わんねんけど、うん、まあ、言ってもその YouTube の方は、うん、あんま商売って考えたことなくて、うん、趣味の延長ずっとやってるけど、うん、サブスクの方はもう完全にお金をいただいてるんで、うん、まあ、もう全物は別やと思ってて、うん、入ってくれてるユーザーの人らはみんなお客さんと思ってるし、うん、お金払ってもらってる以上はなんかまあ不満があれば、うん、こっちで改善できる点があれば全然したいとは思うねんけど、うん、まあ幸いなことにというか、まあでもこれはマイナスと考えた方がいいのかなと思って、うん、何も上がってこないのが、うん、その言いにくいであったりだとか、うん、フィードバックがって、そう、うん、フィードバックないっていうのは、うん、むしろそのプラスというよりはマイナスかなってちょっと思ってて、うん、でまあ、そのすごい身近な人からはやっぱりアプリがめっちゃ使いにくいとか、うん、そういう声はまあ上がってくるんで、うん、で僕ら自身もかなりそのユーザーの立場になったらすごい見にくい部分もあるかなと思ったり、うん、であとはそのユーザーとは関係ないシステムの部分、うん、内部の話、うん、でまあ作り手の、まあ、お前が一番分かってると思うけど、うん、まあその対応がサポートの対応がめちゃくちゃ悪いとか、うん、でシステムもコロコロ変わって、うん、こっちにその何のアナウンスもないであったりだとか、うん、であとはユーザーがそのお金払って課金してるのにログインできない問題が何件かあって、うん、でそれもなんか対応も結構曖昧で、うん、せっかくお金いただいてるのに見れない状態がなんか1ヶ月ぐらい続いたりとか、うん、そんなんてもうありえへんやんか。でじゃあユーザーにその分のお金返してくださいという対応もできなかったりだとか、うん、まあ、サポートにもかなり不満があったりして、うん、でもこれプラットフォームを乗り換えたいなと思って、まあ、もう結構半年ぐらい前からな、うん、その探してて、で、まあ、ようやくまあちょっと良さそうなところを見つけたというか、うん、今回新しく始めるサービスとしては一応形、うん、プラットフォームの形上はオンラインサロンという形、うん、でもともと俺らとしてはオンラインサロンっていうぐらいまでなんかその大それたものはしようとは考えてなかったんけど、うん、まあなかなかその動画配信だけっていうのもなくて、そういうプラットフォームが、うん、まあ多少はあんねんけど、うん、まあこっちとの条件がなかなかマッチしなかったり、うん、機能的に使いにくかったりとかして、うん、で今回使うそのユアっていうプラットフォームなんやけど、うん、それはまあ形上はオンラインサロンっていう形で、うん、そっちでまあ新しくやっていこうかなということで、うん、お知らせのためにこれ撮ってるということですと、はい、うん、まあ、オンラインサロンって俺らも、うん、あんまりまだ分かってない、正直分かってない、で担当の人らと、うん、その話していく中で勉強していってる、うん、まあ、最中なんだけど、うん、前のメディアブルと何がちゃんやってるの、違うのか、そこやか、まあその
前のメディアブルでできたことって、うん、基本的には、まあ、動画配信に加えて、うん、なんかあのチャット、うん、オープンチャット、うん、まあ、みんなでこう話するチャットがあったりだとか、うん、まあ、あんま使ってはないけど、多分 あっちはそのメディアブルだけでライブ配信ができたり、うん、でライブ配信も課金やったんや、うん、そのなんか多分参加するのにお金払うみたいな、うん、あんまそういうの俺らやりたくないというか、まあ、あんまやる気がなかったんやか、うん、そういうのぐらいしかできひんかったけど、うん、まあ、今回のオンラインサロンっていうのは、うん、基本的にはそのみんながこう書き込めるというか、うん、俺らが選んだやつはすごいシンプルで、まあ言ってもうちは動画配信がメインなんで、うん、まずはそのジャンル分けができるというか、うん、前はずっとバーっともう一列に並んでただけやけど、うん、例えばまあなんかトークの動画でトークの部屋、うん、でまあギア紹介の部屋とか、まあその要は部屋をいくつでも作れるっていう感じで、まあ動画の部屋がバーっとあって、うん、で今回ちょっとその前回より若干高くなってしまう、値段はまあちょっとまあ見てもらったらいいんですけど、うん、まあちょっとそれは契約上の問題もあったりで、うん、ちょっとだけ値段が上がってしまうんやけど、うん、でその今回オンラインサロンということで、うん、動画見るだけでじゃなくて、うん、そのまあお互いそのサンダーバードヒルズと、うん、そのユーザーとのコミュニケーションであったりだとか、うん、まあ、ユーザー間のコミュニケーションが取れるような、うん、その書き込むような部屋も用意してるんで、うん、まあ、従来のようにその別にそんなやり取り全くいらなくて、うん、動画だけ見たいっていう人も多分 そっちの方が多いと思うんやんか、うん、だからそういう人用の、まあ、一番安いプランがあったり、うん、まあ、あのもうちょっとコミュニケーション取りたいよと、うん、で例えばその山仲間募集みたいな、うん、そういうのも作ってるんで、うん、そこでまあ、まあ、多分サンダーバードヒルズ見てる人って、うん、ソロというよりは、うん、こう仲間で行く楽しみというか、うん、まあ、そういうのを見てる人が、まあ、俺らがそうなんで、うん、そういうのが多分多いと思うから、うん、なんか山中はまあ見つけん どうすれば山中も見つかりますかみたいな質問もよくあるやんか、うん、でまあ、SNS で行ったり、まあ、いろんな山アップとか山レコとかでつながって行くのも一つやし、うん、一応まあそういう部屋がうちも設けてるんで、うん、まあ、そこで、まあ、サンダーバードヒルズを通して、うん、まあ、出会って一緒に行くとか、うん、まあ、そういうコミュニケーションが取れるようなプランがあったりだとか、うん、であとはまあ一番 それプラス、まあ、インスタライブをちょっとまあやっていこうかなと、うん、まあ、さらにもっとコミュニケーションをあの俺と取れるというか、うん、まあ、もう直接なんか聞きたいこと、うん、質問とかを答えていこうかなみたいな、うん、YouTube とかで、うん、あのやってるようなライブより、うん、もっと距離近い、うん、距離近くそのいやちゃんとやれよってことやろ、要は YouTube のようなライブじゃないよねって確認してるってことやろ、うん、あ、まあまあ、それも、それもあるんだよ、うん、あ、 YouTube っていうかその過去に何回かインスタやってるけど、うん、インスタライブ、うん、まあ、あれはもう暇つぶしでふざけてるだけだ。でもあれは言うたら、うん、そのうぞうむぞうやから相手は、うん、あ、そう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 、その何をやろうがこっちの勝手やんか。おう、でもこのオンラインサロンでやる場合は、うん、もう応援してくれる人っていうのがもうこっちは分かってるから、そう、全然その対応って絶対変わるやん。うん、絶対違う、それはな、うん、で、そのなんで それを一番高いプランにしてるかって言ったら、うん、まあ、そこまで多分いらん人もめちゃ多いと思うし、まあ、逆にまあそんだけ応援してくれるというか、うん、そういう密な人の方が、うん、多分話もしやすいというか、うん、俺も、うんうんうん、なるべく少ない方がいいんだよ、うん、ああ、それはその会話の人数、うん、もういっぱいで喋ってたらなかなかこう密にはできひん、まあやりにくいな、うん、だからおのずと少なくなるやん、うん、一番高いプランがそれやったら、うん、だからそんななんかうわーってみんなでなんか盛り上がろうみたいな感じじゃない方がいいのかなみたいな、まあそのまだこっちもこれから全部初めてやる試みだから、うん、やりだしていったらもっとどんどん変わっていくかもしれないけど、まあまあまあ、その生まれてないっていう、うんうん、
まあそういう多分その変な人も入ってこへんし、うん、まあ目的はそうやんか、その YouTube 本来さ、うん、YouTube でも何でも嫌やったら人気ではいいやんか、うん、でも日本人ってそうじゃないやん、アホみたいなやつがいっぱい見てる書き込みにしてくれやんか、うん、そんなんで本来いらんはずやん、まあ、もう嫌やったら見んかったらいいわけやんか、うん、だからもう俺それに したいみたいな、お金払ってまで嫌な見えへん、そうやな、うん、だから、うん、要は YouTube とそのオンラインサロンってもうそこでほんまにザルにかけてるっていうような感じかな、うんうんうん、まあもちろんそのお金儲けっていう面も全然あるよ、もちろん、うんうん、それはまあそのちゃんと収益っていうのを出さんと、うんうん、まあ、むっちゃ時間かかってるっていうのもあるさ、だからその多分できひと収益がなかったら、うんうんうん、そのメディアブリでやってるようなことも、うん、実際まあ時間はめっちゃかかってるから、うん、でまあ見たい人だけが課金して見るわけやから、うん、まあそれで全然いいのかなと、うんうんうん、いうことで、うん、だからちょっとメディアブルとは全然変えていきたいかなっていう、うんうん、全然俺もコミュニケーション取るのは好きな方やから、うん、その意思は全然あるよっていう、ほんまにほんまかお前、いや俺の場合そのこれがあるやん、その忙しい波が、あ、うん、だ忙しい時はあんまり書き込みできないかもしれない、あ、だから全然あの俺もコミュニケーション取るんで、ほんまやな、ほんまや、その多分、うん、そのだるがってはるからあんまり言わんとこみたいな、おうそれ優しい人が多いから、多分な、絶対そうやん、おうでもな、うん、みんなよう多分 YouTube 見てくれてると思うけど、うん、みんなよく考えてほしい、どういうこと、俺まあ外で声かけられるやん、うん、嫌がったこと、まあまあそうやな、ないやん、うん、そう来てくれる人に対して、うん、でも、ほらそれは前に人間おるやん、うん、で前に人間おる、生身の人間やんそれって、うんうん、でも俺らの、まあ、俺らっていうかお前かの考えやと、うん、匿名のコメントはネット上にある点々と変わらんから、うん、うん、普段俺が言ってることやな、そうそうそう、ああだから、うん、違うやん、その声かけられた時の自分と、はいはいはい、その SNS 上の自分はこれはもう別物やんか、うん、だからそんなん適当でええやんみたいな考えではあったけど、ただその、まあ、メディアブルしかりオンラインサロンしかりお金を払ってまで来てくれる人らやから、うん、それはまた別やでっていうことやな、あ、そう、ネットの点とは思ってないよ、思ってないよ、うん、ネットの点はもう別に見えてないから俺には、うん、点やから、うん、それだけの話や、そういうことやな、そういうこと、そういうこと、そういうこと、うん、そういうこと、だからネットの点、ネット上の点やと思われてるっていう人がおるから、うん、はいはい、そうじゃないよっていうことは言っとかんと、そういう、そういうことやな、ね、うん、でメディアブルに入ってる人でもそう思ってるってこと、そう思ってるかもしれんってお前は言ってるってことやな、入ってくれてる人らはただの点々やと俺は思われてるんやなって思ってるはる人も多分おる、おるってこと、絶対おるあ、そう、絶対おるよ、ちゃんと人間として、そうやね、接する、いやだから、あ、そうやろ、そうやね、もともとそういう考えだよ、あ、そうだ、もともとそういう考えだよ、だってほんまに写真撮ってくださいって言われたら俺嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい、山でも声かけられるやん、うん、あ、いつも見てますって、うんうん、写真撮ってくださいって言われるやん、うん、でもそれを、うん、例えば YouTube のコメント欄で、うん、いつも見てます、今度写真撮ってほしいです、うん、って書かれてたらどう思う、いや、そう、嬉しい、ほんまか、ほんまに嬉しい、嬉しい、そう、もう返事返してないけどな、今、うん、うん、それはネットの点かもしれんし点じゃないかもしれん、それ分かれへんもん俺からしたら、そのまあこうなってしまったのは、うん、ちゃんと背景があって、うん、まあ、それはやっぱりこんだけ良くも悪くも尖ってるやん、うん、敵もまあ多いですわな、ね、うん、ならやっぱそういう書き込みめっちゃ来るわけよ、うん、まあ過去に、うん、まあ、最近はあんま来おへんけど、うん、過去にまあめっちゃ来るから、まあ、こうなってしまっただけで、うん、多分これ自己防衛でこうなってるだけで、うん、声かけられて嬉しい、あ、そう、うん、ただそのやっぱ実際声かけてくれんのとネット上でこうやってパッて書き込む
重さは俺の受け取り方は全然ちゃうけど、それは全然別に嘘でも書けるやんか。まあそうだな、うん、だからまああんまりネット上のやり取りを俺重んじるタイプじゃないから、もともとそれは分かる。 SNS とか も基本嫌いやし、うん、でそのうぞうむぞうに真剣になって時間を使うっていうこと自体、うん、勘弁してくれるっていう感じ、それは俺も分かんない、うんうん、でもまあそのそうじゃないよ絶対、うんうん、なんかあの入ってくれる人はな、うんうん、でも全然そんな扱いはするつもりはもうとんないけどね。そうなん、それやそうなんてないのよ、それやったらよ、おうおう、うん、そうよ、俺あの見とって心配なもんね、コメントとかどういうこと、傷つかへんかなとか、その俺のその辛辣な書き込みによって、そう、ああそれはもう傷ついてるかどうか俺知らんけどな、まあまあまあ、こっちだって傷ついてきてん、まあまあまあ、今まで、まあ矢面に立ってるから、そうそうそう、もう今はもうはっきりしてて何とも思わないけど、1ミリも俺の心は揺るがんけど、うん、まあ未だに全然あるよそういう書き込みは、まあ、分かる分かる、うん、もうそれはもうネットの点やから俺には見えてないから、うんうん、まあだからネットの点と思ってないんやったら、うん、この話はもう全然思ってない、解決だ、全然思ってない、うん、あとだからむしろ、うん、だからこれ言ったらまたちょっと語弊を生むかもしれんけど、うん、声かけてくれるのは全部めっちゃ嬉しい、うん、嬉しいけど別に声かけられたいとは思ってない。ああ分かってる分かってる、うん、声かけられたいと思って山に上がってないから分かってる分かってる、でそれめっちゃ嬉しい、うん、でなんかそのステッカーでもあればあげたいぐらいの気分やけど、うん、多分声かけんのってすごい勇気いると思う、勇気いると思う、俺だったら無理やもん、うん、でもそのオンラインサロン入ってくれる人は別やん、うん、これ別やん、もっとそのなんか盛り上げていってほしいというか、うん、いやその人らも、うん、その入ることによってその人らももういきなりダメージを受けてるわけだからいや言うたらお金命の次に大じゃん、金ってのは、どんな角度で攻めてくるの、だから そのお金を払ってまでってすごいことだと思うんだよ、大ダメージをもう受けてる人らやから、 お金という、そこはもう頼むで、うん、その例えばインスタライブが一人やったらどうすんの、見てる人、見てる人一人やったら、うん、永遠と、いやもうそいつ喋るわ、あもうつけろと、あ、うん、あだからそういうのも面白いと思うからな、うん、少ない時は少ない時で喋、うん、ったりもできるかも、直接も喋ったりじゃん、うん、一対一、うんうんうん、電話でできるやろ、うんうん、まあ多分あっちはめっちゃ少ないと思うから、絶対少ないと思う、ほんで何やったらたまには新さんとか呼んで、うん、2人喋りながらライブしてもいいじゃん、サンダーバードヒルズのメンバーを、うんうんうん、ノープランやだからまだ、うんうんうん、ノープランってことは逆に何でもできる、何でもできるっていうこと、うんうん、もしかしたらちょっとこれ無理やなってなる可能性もあるよ、やった挙句、うん、これ成り立たんだと、うん、そしたらまあちょっとこれこのプランごめんなさいやめますわ、うん、いやそれはその俺ら二人でやってることだから、保証はできへん、うんうん、でもその今思ってる以上のものになる可能性もある、可能性は全然ある、見てみりゃ分かるんですよ、あ画面を、うん、おうおうおう、すげえシンプルやから、うん、だからそのよく言えば、うん、誰でも分かる、見たらもう誰でも分かる感覚でできる、感覚を悪く言えばもうそんなに機能はない、うん、から基本的にはだからあの書き込みによるコミュニケーションとその動画を見るぐらいなんで、うん、でその中でもちょっとこう便利な機能もあったりするんで、うん、まあ、それはちょっと今から説明します、はい。